というわけで久しぶりの、軽トラック定期点検、元い車検です。車検完全合格マニュアルのコーナーでございます。ありがとうございます。これを見ていただいたらね、確実にもう 200% 車検に受かることができるという完璧極まりない、回でございますね。ちょ早速ちょっと要点をねお伝えしていこうと思います。これは受からないわけがない。これを見て、まずですね、このよく車検で落ちる可能性の一番高いところ言うときます。このヘッドライトの後軸、このライトの高さね、これ完全に受かる方法、お伝えします。プロに頼むことです。あのテスター屋さんっていうのがあるので、あの1000円は言い過ぎかな、2000円ぐらいでこれ調整してくれはるんですよ。なのでライトに関してはあのテスター屋に行こう。軽自動車よくありがちなのがこれ、この排気温度センサーで、これの警告灯が消えないっていうやつね。この排気温度の警告灯に関してはなんか場合によったらなんかまあまあなーなーみたいな節あるんですけど、排気温度のセンサーを変えずとも、直す方法があるんですけど、でそれはあの根本的な修理ではないので、ここでは言わないです。はい、ですからちょっと調べてください。それも別にどうにでもなります。はい、排気温度警告灯って別に、キャブ式なんでね、一応ちゃんと生きてた方がいいんですけど、まあそんなこんなで警告灯関係はまず OK ですね。完全マニュアルを歌いながらですね、ほぼプロに頼んだり、インターネットで調べてくれと言うてるわけですね。完璧な、解説になってると思います。で、次にですね、サイドスリップ検査っていうのがあって、で、こう、タイヤの車軸がこう、あっちゃこっちゃ向いてたりすると、タイヤが変摩耗したり、まあトラブルの原因になるので、まあそうならないようにしましょうみたいな。で、これもたまに落ちるときありますね。で、それはまあどうやって調整するかって言ったら、まあそれもね、あの、プロに、これまたあの、走り屋車の時にもこれ説明したと思うんですけど、トーンイン、トーンアウトを確かめます。で、これで言うと、まっすぐの線ってタイヤに結構こう引いてある場合があると思うんですけど、まあこれで内側でも外側でもいいんですけど、で、この内側のこの線、これが左側のタイヤですね、と、で、これ右側のタイヤ。右側のタイヤの、もう同じタイヤ履いてるんで、内側の線。で、これの左右を測ります。で、同じくこれを前後測るわけですね。で、こっちの線と、あっちの線と、前後測って、その差を見ると。まあ、ちょっとやってみましょうか。横滑り車なんかや、やれタイムアタック車なんかでもこれは、使えるあれやと思うんですけど、まあ、結構計測をこういう感じでこうメジャーでこう溝にこう入れてね、こういう風にしてこう調べてやるんですけど、この時に、タイヤって、こっちにも傾いてたりしますよね。ネガティブキャンバー、ポジティブキャンバーとか。で、そうなった時に、ここの左右の位置と、ここの左右の位置って、こうなってたら、この、まっすぐの、車軸のまっすぐのところで見ないと、位置が全然長さ変わっちゃうんで、できる限り車軸に近いところで測りたいんですよ。ほんま言うと。ただ、車軸に近いところで測ろうと思っても、いろんなこの、フレームやらがそもそもいるので、できればここにですね、空き缶とかを置きましょう。まあ、これがよく使われる、この空き缶を使った計測方法ですね。まあ、こうなんでこう、小溝を引っ掛けて、全然引っかかってへん。僕の場合は意外と空き缶使わずに普通に地べたでこう引っ掛けて一人でやるんですけど、それでそれなりに今までアライメントがそれなりに出てたんで。でもこういうなんで左右高さ基準一緒にして、1218ですねとかこう計測をして、でこれをまあ前後やるわけですね。とまあこのような感じで。でこれがサイドスリップの、試験に備えた準備ですね。まあブレーキこれでギュッと押さえといて、ちゃんとついてる。でこういうね、軽トラの車検でやりがちなミス、最大積載量ね消えちゃってるっていうね。最大積載量350キロ、最大50キログラム、はい、これで大丈夫でしょう。で、この前レンズ変えてたのに知らん間に割れてるわ。でこういうのも隙間からね、あの白い色が見えたらダメなんですよ。で確かこれね、気づいてよかった。でもこれ、ここがだいぶ怪しい。これダメなんですよ。これ多分ここ一応これでこの隙間から透明の色は見えないので、
まあ問題はないと思うんやけどな。まあここまでやっておけば、まあ間違いなく車検は受かるでしょう。落ちる？普通軽トラで。そんなことある？どこやったっけ？あ、これか。あ、これか。こっちや。交換楽の方や。こういう風に伸びるから痛むってことね。まだ行かなあかんか。まだ。行けるかな。外れるけど。どういうことこれ。で、マックス切ってフリーにしてマックス切ってやっとちょっとかわせそうやけど、今度上のめっちゃ当たる。どう外すのが正解だね。ブレーキ配管をここをほどいてちょっと逃がすか。このネジを緩めたからこいつがちょっと動くようになるはずやから、めんどくさいなこれ。ブーツ一個買えるのに。ただここはもう緩めたからちょっとゴリっていくか。ちょっとだけこれをこぜる。よっしゃ、いけた。しきしきできた。ちょい曲げできましたわ。いけた。正解なのかは知らん。向きはこう。ダイハツの D のマークはこうで、このまま置いとこう。いけた。こいつこのままちょっと挟んどこう。で、次に、ここを緩めれば、ここか。こいつね。このナットを緩めれば多分取れるはず。いけるやろ。でこいつもここがひび入ってグラグラになってたらハンドルがガタが出るらしいけど大丈夫。まあ、せっかくやし両方とも変えておきましょうこれね。切るかな。切った方が早いかな。切った方が早いか。おれ。わあ結構硬い。いけた。うん。であとこいつも。で、よいしょ。ああ、いけた。ここもちょっとグリスアップしとこう。で、左右とも同じ品番らしいので。お。へえ。あ、両方ともこれで止めてくれと。あんまりよくやり方知らねえな。これで、やっとついた。めっちゃ苦労したっすわこれ。大変やった。だいぶちょっと行き過ぎるぐらいまではめ込まへんと、ここがねもうスポンスポン何回も外れても、おお大変やった。めっちゃ苦労した。アーム類とかもつけて、はい、破れてはなかったんですけど、ついでなんで変えようって思ったらえらい大変でしたわ。で次がほんまに破れてた方のこっち。こっちはまあまあ楽勝そうですね。ブーツの付け替えが一番時間かかるっちゃう。何やってんこの作業は。はい、で、それとも同じ品番やからこれでいけるはずやけど、また今回もこれがうまいことはまってくれるかよ。
ブーツをはめるのが一番むずい。純正のブーツの方がよかったよな、多分。絶版やったんかな、なんかこっち頼んでくれはってんな。社会品ブーツを入れるのが難しい気がする。しかしこれ多分、純正のがあるんやったら純正の方がええような気がすんねんな。たとえ500円とか1000円高かったとしても、純正の方がはめやすいんちゃうかな。サイズが2ミリか3ミリかだけちょっとこっちの、大野のブーツの方がちっちゃかったんですよね。で無理してやってて破ったりした元も子もないし。総合的に考えてると、純正でよかったと思うな。よいしょ、いけたか。ああ、いけた。ああ、コツをつかんだ。これはどう止めるのが正解なんやろ。というわけで、どっちか、これや。これが車検落ちの原因ですわ。まあ、こんだけやっとけば、まあ、車検は間違いなく次は、通るので、やけにぬくいな思ったの。めちゃめちゃモンテンパーカーの質が良いからぬくいのである。結構頑張って、これも 180SX っぽく仕上げましたからね、これね。結構書き直したからね、これね。力作。いや、ただこのパーカーはね、意外と着心地がいいのでね、買ってください、皆さん。そろそろまた第3回の、まとめて発注かけるんでね、この機会に頼んでいただいたら、まとめて発注できる段取りがいいということでね、よろしくお願いします。いや、いいよ、このパーカーも、この軽トラも。これ軽トラの調子どうですかみたいなの結構コメントくださるんですけど、まあちょっと一回見てください。16万キロっすよ、これ。タイベルも変えてへんし。で、ガチャガチャガチャって言ってんのは、メタルやって最初思ってたんですけど、なんかロックアームにかじりができて、あの音が出るのが、もうこれも持病らしいですわ、この車ね。で、あと、持病で言ったら、もうキリないですけど、デスビーのキャップと、この S100P は。で、あとは水回りのところのジョイントが割れたりとかが、まあ、この車の、まあ、弱いところ。あと燃料系がバグったりね。で、それぐらいなんですけど。意外と、ホース変えてからね、燃料ポンプも変えたし、機械式なんですけど、キャブやし。めちゃめちゃ調子がいい。うん。前まで結構梅雨の時期とか、かかり悪くなるとかあったんですけど、点火不良が起こるとか、もうそれも全然なくなったし。そして、あとまあこの車で気になるのは、まああとオルタネーターがちょっと摩耗してて、で、V ベルトが痩せてしまって、電圧が発電不良になるところと、あと内装がこんな感じでも、めっちゃ汚くなってて、で、やっぱ軽トラはなんかそこ、外からこの辺がよく見えるんで、中のね、椅子とかもちょっとね、変えたい感じがあるんでね、その辺はちょっとおいおい、もうこのサンバイザーとかも終わってんねんな。終わってる汚さやねんな。この辺がちょっと次の気になるとこですね。もう車自体は非常にこんな感じで調子がいいですね。ハンドルもせっかくやったら変えたいですけどね、なんかこう、こじゃれたやつに。ムーンディスクです。ムーンディスクは、こんな感じでちょっと穴をね、開けんとダメなんですね。開けちゃうと空気がただただ漏れるので、これ、まあ、こんな感じでナットを溶接していこうと思ったら、吹き飛んでしまった。はい。で、ちょっとコツを掴んで、無事ナットが上手に溶接できました。ほんまもんなかし。